青番周回3コーナーから4コーナーに向かいます。徹底先行タイプ不在の一戦。そんな中、後ろから3番の吉田が上がってまいりました。中部近畿勢、短期4番の海坂がこれに乗ってまいりますでしょうか。前で待つのは西日本勢。残り2周回、さあ3番の吉田が前を抑えて、4番の海坂に2番の飯島も切り替えました。これで市橋が5番手に車を下げています。人気を集めたのは7番の市橋と1番の山口、この両者の折り返し。さあ前に変わった3番の吉田が後ろを振り返りつつ流しています。金が入って3コーナーから4コーナー、5番手7番の市橋がどのあたりから踏んでまいりますでしょうか。4コーナー、ここで7番の市橋が一気にかましてまいりました。前でペースアップは吉田、吉田の後を通って市橋のスピードがいい。1番の山口、そして青井健二が続いてまいりまして、ラインがそっくりで出ました。あとは後ろから4番の海坂、海坂が追い上げていって、そのままの勢いでまくってくる。さあ海坂のまくり、2番手まで接近。1番の山口がこれを強烈なブロック、あとは内を潜って3番の吉田がコースを探して4コーナーを回ってくる。外を通って1番の山口、山口先頭で五輪